こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は太極拳の奥義、太極カンフー戦をお届けいたします。ぜひご覧ください。左の足を開き、胸前でパオシャン。右足を開き、手を分け開き、斜め左を見る。正面に C ブーを作り、奥義を開く。奥義を閉じ、左に進み、陽ゴンブーで刺す。左に回転、南東斜め下を刺す。右の膝を上げ、扇をまくり上げ、開く。扇を押さえ、未回転。陽ゴンブーで切りつけ、扇を開く。左手足を開き、右手足を出し、さらに左手足を送り、手のひら、手の甲で押さえる。体を起こし、扇を閉じ、陽ゴンブーで刺し、マーブーで扇を開く。扇を閉じ、手を分け開く。足を揃え、扇を開く。扇を閉じ、左に進み、陽ゴンブーで刺す。右足を戻し、伸脚し、象ゴンブーで押し出す。右かかとを踏みつけ、扇をまくり上げ、開く。扇を閉じ、外部して押さえる。右回り、手首中心で扇を回し、右手足を下げ、象ゴンブー。腕を回し、陽ゴンブーで刺し、マーブーで扇を開く。右足を背、扇を閉じ、マーブーで扇を押し出す。左に向き、左手を添え、象ゴンブーで刺す。右手足を進め、左足を交差、扇を反時計回りでまくり上げ、開く。西を向き、扇を上げ、ディンブーで左手を押し出す。南に体をねじり、シェーブーで胸前、扇を抱く。右足を開き、左足を寄せ、ビンブーになり、扇の先端で刺す。両手を時計回り、象ゴンブーで切り下ろす。左足を交差、シェーブーで扇を開く。立ち上がり、左足を肩幅、扇を胸前、扇を閉じます。一旦足を寄せ、陽ゴンブーになり、両腕を分け開く。両手を反時計回り、左足を寄せ、ビンブー、頭上で扇を開く。扇を閉じ、左に進み、陽ゴンブーで扇を刺す。右足を寄せて伸脚、象ゴンブーで両手を押し出す。扇を回し、陽 C ブーになり、扇を下からまくり上げ開く。扇を閉じ、左の足を交差し外部、扇で押さえ。立ち上がり、右回転手首中心で扇を回し、右手足を下げて象ゴンブー。腕を回し、陽ゴンブーで刺し、マーブーで扇を開く。扇を閉じて手の甲を上向き、両肘を後ろにつく。腕を交差、右へ振り、手の甲を下に向けて打つ。
右手足を出し横へ払う。ためを作りジャンプし伸脚して叩きつける。右膝上げ腰どんじゃをし扇を押し出す。右足を後ろに上げ扇を頭上で開く。右足をつき扇を胸前、両手を上げ再度胸前に下ろし左足を交差。右手足を開きシェーブーになり頭上で扇を開く。左に回り扇を出し八歩円周上を歩く。9歩目で南に向き扇を閉じ両手を開く。両手を前に向け膝を緩め左肩をつき C ブーで扇を開く。輪を中から西へ張り出す。E で引き G で押す。平らに引き扇で押し、ピンブーで扇を背中、左手のひらを押し出す。扇を閉じ象ゴンブになりながら左手で払いシャンゲンで突く。左かぎ手を作りヨープーブーで扇を刺し扇を開く。両ゴンブーで扇を送り腕を振り左剣を南に打ち出し扇を上げる。扇を閉じ両手を反時計回り象シープーで扇を開く。扇を閉じ左足を肩幅に戻し両手を水平に上げビンブーで扇を抱き両手を下ろす。今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。